宇佐山城は、滋賀県大津市南滋賀町に残る、中世の日本の城跡である。古材周りで、京都に向かうには避けては、通れない位置にあった。標高336メートルの高さがある宇佐山に、あり、琵琶湖まで約1キロメートルの距離しかなく、山頂からは一望できる。大手道は、全く残っていないが、かつては、 山麓から山頂までまっすぐの道が通じていたものと推定されている。現在山頂の本丸跡には NHK と民間放送のアンテナ施設が、中腹には宇佐八万宮、ふもとには大見神宮が建っている。朝倉義景、浅井長政の南進に備えるべく、琵琶湖と北国街道のおさえを意図する小田信長に命じられた森義成によって、 大海滋賀群に気づかれた。宇佐山城は、信長が、安土城より以前に、大海で最初に石垣による築城を行った貴重な城郭である。石垣の存在から、宇佐山城は単なる尋常ではなく、高級性を志向したものと考えられている。この城の文献上の書見は、A613 年3月20日の多門院日記で、とあり、この時多門院英春は、 三井寺などを見学しようとしていたが、京都から大津に通じる2本の道が閉鎖されていた。森吉成が新城を築き、そのふもとに新路を通しこの道に通行させようとした。しかし、まだこの道は工事中だったのか、かなりの家来によって阻止され、三井寺の参拝を中止し、白川方面に出たとしている。この時代、追記の様子が記録されている資料は少ないが、 タモミン日記はその時の重要な様子を示している。宇佐山城の戦いで、小田真次を抱えて優先する、森吉成同年、摂津で勃発した、野田城、福島城の戦いで、小田軍主力が投入されている中、浅井、朝倉連合軍は、信長の背後をつくべく行動を開始。城主、森吉成は、大海にいたの府城主、織田新次、青地主月ならともに、 交通の要所である坂本を先に占領して、街道を封鎖して、連合軍の進軍妨害を試みた。浅井、朝倉連合軍は3万兵が、坂本口に、進軍、9月16日に、森吉成軍千兵は、宇佐山城を降り、坂本の町外れで合戦となる。初戦では、浅井、朝倉連合軍3万を相手に、森軍千は、 少々の首を取り勝利を収めた。しかし、石山本願寺保守、権女の要請を受けた、遠略寺の総兵も、連合軍に加わり、翌9月20日にさらに数の膨らんだ、連合軍が再度進行を仕掛けた。森吉成軍は、先方の朝倉慶鏡を押し返すなど検討を、見せるが、浅い津島、現場の二戦が、 側面から攻撃を仕掛け、また朝倉中司、山崎義家、阿波が三郎の隊に加え浅井長政本隊もこれに、加わったためついに崩壊した。かなり、小田信司、青地茂綱の三人は討ち死にした。連合軍は同日宇佐山城の工場に取り掛かったが、上兵の強固な抵抗にあい楽城は免れた。代わりに、大津の馬場、松本を放火し、 翌21日は山品まで焼き払った。22日には、摂津の信長にも知らせが届き、大江の情勢を知った信長は、この浅い朝倉連合軍との対決を優先。23日に、摂津から織田軍主力を撤退させた。その間、宇佐山城は、坂本で連合軍の猛攻を受けていたが、かなりの過労である鏡現象らが上兵を指揮して、 環境に抵抗。24日に、信長が大津から坂本に兵を進め救援に現れるまで、ついに落城しなかった。24日の戦いで、浅井、朝倉連合軍に死者1000名以上が出たという。この時信長は、宇佐山城に入城したと思われ、翌25日追い詰められた浅井、朝倉連合軍は、坪笠山城や、 比叡山などに封じ込まれる格好となった。その後、信長は、延暦寺の僧を呼び寄せ、三門領の返還を条件に怪獣を試みるが、これを受け入れることはなかった。これが、比叡山焼き討ちを起こす原因になったと、信長後期に記されている。長期戦になるかと思われたが、同年12月14日、浅井、朝倉連合軍と、織田軍は和議を結ぶことになる。 戦国の大津によると、人払い後やことごとく放火、時継ぐ狂気とあることから、これは推定にしか過ぎないが、この時信長は、人書の宇佐山城を焼き払い退陣したと考えられる、として、和議の条件として、宇佐山城の破却があった可能性を示唆している。しかし、比叡山焼き打ち前には、明智光秀がこの城を拠点に、都合の懐柔作を進めており、 古西地区の重要な役割を果たしていた。比叡山焼打ち時には、宇佐山城に、信長が入城したようである。比叡山焼打ちで武勲を挙げた光秀は、坂本の地を与えられ、坂本城を築いて移ったため宇佐山城は、廃城となったのではないかと考えられている。六角吉方の書状、古人蔵上記書状は、 六角吉方の書上で、宇佐山城の戦いで、森吉成以下数百名を撃ち取ったことを浅い方に知らせるために、地元の土豪、市川吉住が船を用意したことに対して、例を述べている。日付は9月21日、森吉成を撃ち取った翌日で、二行目と三行目に、森三左衛門上位以下数百人討ち死にとの記載が見られる。その後、六角義方は、 浅井、浅倉連合軍とともに、比叡山に立てこもることになるが、元気元年11月に、浅井、浅倉連合軍の戦闘を切って吉方と信長は和睦することになる。宇佐山城と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成本丸跡には現在 NHK と、 民間放送のアンテナ施設が建っている。山頂の平坦地は南北に、細長くやや、区の字型の地形をとっている。また本丸の南側には、現在の山道とは違う城下に続く、大手道があったと考えられ、本丸へのここにはラ門があったと推定される、幅約4メートル、長さ約5メートルの石段が残っている。 石段の両翼には矢倉を構えたと推定される、高みが確認でき、位置関係により単独の矢倉台と考えられる。本丸は長さ30メートル、幅115メートルあり、北東部には石垣が比較的よく残っている。二の丸は本丸より3メートル低く、本丸の南に位置する。二の丸は南北二つから成り立っており、北側は 南北13メートル東西15メートル南側は南北16メートル東西9メートルの平坦部から構成されている。また二の丸には東西6.5メートル南北3.4メートル深さ1メートルの貯水槽が本丸櫓台下に確認できる。二の丸西側には約18メートルの石垣が残っている。三の丸は山頂の最北部にあり 約25メートルのほぼ方形の平坦地があり、東側斜面に石垣がある。本丸から三の丸までは、広い上域があるとは言えず、森吉成以下、複数の上昇、上平が中屯していたとなると狭いと考えられている。図説近畿中世上郭時点では、この城は、四角全体に、建物が建て込む縄張りであったかもしれないとしており、車の内部に、 建物があったのではなく、車の端まで建物があった可能性を示唆している。また三の丸の北側に、倉台と帯車からなる、小さな車群があり、この車群が、信長後期に記されている、誕生と考えられている。宇佐山城は、放送施設建設に伴う発掘調査が1968年と1971年の2回、実施され、本丸から、 瓦が出土している。石垣現在確認できる石垣は一部であるが、追記当時はかなりの石垣が用いられていたと考えられている。追記当初は、街道監視が主目的であった城になぜかなりの石垣が用いられたのか。これは、石垣が防御目的だけにとどまらず、特に東側の斜面に多く認められることから、琵琶湖からの見た時の視覚的効果もあると。 考えられている。戦国の剣上2によると、石垣を作ることができる技術者を支配することが可能なほど、織田家の権力は強力だというデモンストレーションなので、ある年、織田信長の権力の強大さのアピールとして、積極的に石垣を用いたのではないかと解説している。宇佐山城への参道入り口宇佐山城の戦いに関するカテゴリー、 ありがとうございます。